村上選手。僕が翔平さんの横を取った時、今から威嚇射撃に行ってくるって言ってました。このエピソードめっちゃかっこいい。威嚇射撃してくるわとか、しびれる。大谷翔平が男性にも絶大なる支持を得てるのは、やってる競技が野球だからというだけではなく、こういうやってやるよ裏的な昭和男子的男臭さにあると個人的には思ってます。そこがしびれるんよね。大谷最高。試合前の野球部あるある。今でも野球小僧は変わらない。威嚇射撃、効果は抜群だ。マジで漫画で草。今は名刺代わりなんだね。威嚇射撃かわいいな。大谷さんは気概の負けず嫌いですが、うまくいかなかった時に大声出すわけでもない。常に自分に厳しい人なんでしょうね。悔しさを表に出さない。でも成功した時は素直に感情を爆発させる。メキシコ戦でツーベース打った後の二塁上でのパフォーマンスは、いけるぞついてこいって言ってるように思えました。その後の逆転劇にはしびれましたね。しかも打ったのが村上さんでしたから。ある意味無邪気で負けん気が強くて割とお茶目でもあって、大谷さんならいかにも言いそうなセリフだなぁと。で、それをガチで威嚇射撃しよったですと笑い飛ばせるようになったというあたり、村上も自分の中で良い経験として消化できるようになったのかなぁと。もっともっといろんな大谷翔平らしい言葉があったでしょうね。その場にいたからこそ語れる秘蔵話。無理な話だけど選手に隠し、マイクをつけていたらそれぞれの反応も知れて面白かっただろうな。やっぱりいつもはしない野外でのフリーバッティング、思い切り振り抜き特大ホームラン。そりゃ相手チームはビビる。威嚇射撃、いい言葉。大谷さんのやることには全て意味がある。すごい人だ。自身のバッティング練習を威嚇射撃と言えるのは大谷翔平だけかも。面白い裏話でした。後編にも期待。打てる自信がなきゃこんなセリフ言えない。さすがでかっこよすぎ。威嚇射撃、なるほど、意図があったか。あのフリーには、